ということで、じゃあ、第一試合どうしましょうか、先に。じゃあ、うちやってみる？誕生日だしね。いいねじゃあ、コロナも行っとくかい？じゃあ、ゴーニー戦うよ。オッケー、やるやるよ。コロナ勝負行きましょう。ちょっとね、準備してもろてもろて、はい。準備します。はーい。ちょっとね、準備中ということで、皆さん、はい、本当にお誕生日ね、うん、ありがとうございます。果たして今年はね、ミオね、ケーキ食べれるのかなって。食べたいよ。いやー、わかんないな。今年も食べられるかもしれないね。わー、VR やばい。大丈夫か2人とも。やばい。大丈夫か。ちょっと悲鳴が、あっちこっちで悲鳴が聞こえておりますけども。すごいよ。皆さん、ちょっと待ってください。ミオのお誕生日だね。白髪が目立ってる。イエイ。これ左右逆じゃないですか。あかん、あかん。お手が、手がない、手がない。あにゃー、手がない、手はあるある、手ない。これ左右逆だ。あよいよいがよい。あよいよいがよい。あやいやいがよい。はい。あ、すごい、なんかこれお手手が。少々お待ちくださいね。待って待って、これ持って、持っていいや、持っていいやつ。これね、これ持っていいやつですか。準備ができてるか。待ってね。あ、少々お待ちください。待ってね。手がなくなっちゃった。待って、手がなくなっちゃった。なくなっちゃった。手を、痙攣してるけど大丈夫かな。やばい、手がちょっと大丈夫かな。じゃあ白髪の浴衣お披露目配信になっちゃった。手がどっか痛いよ。映ってるかな。あ、どうかな。すごいすごい、ゲーム画面が後ろに見える。ちょっと、なんかホラーゲームみたいな悲鳴が聞こえるんですけど、大丈夫ですか。できたけど、できた。お、ということで始まりますか。あれ、始める。これ大丈夫なの、これ。はい、ちょっとね、今ね、あの調整中らしいので、皆さんもお少々お待ちくださーい。ここ、いやー、ほんとにちょっとね、なんかここミオの配信だというのに白髪しか映ってないし。ここここここ、コーネは迷子だし、コーネはお店内で迷子やし、ミオは何をしてるんだ。これどう、ミオは棒立ちだしよ、もうどうしよう。あ、うち、うち、うちだよ。これ準備できてるみー。できてる方、うちをしてる。今来たミオのみんなに、ミオ星君は言っちゃったんだよ、これな。うちだよー、うちだ、これでいい、